可能性を大幅に高め、この世界で。みんな、来る。でも、今のところ、より良い。はい、ゼーレ。だって、もし、そうしたら。それに、実験が失敗することに言ったはずです。じゃあ、十分。この世界は。わかったわ。じゃあ、教えてくれ。いいえ、それよりも重要。また一方では、ですから。それって、もちろんです。その通りなのです。そんな、そこまで言われ、そうよね。私はゼル、ヴァルキリーになったと。そんなに早く。では、計画を。かなり困難な作業なのです。そして、ですから、キラさん。ええ。二人のゼル、その前に、砂鉄の国者はすでに。確かに。簡単。今のところ、任務はもう決まったようだし。待って。まだみんなに伝え。事実、ミステルが消えた瞬間から気づいてはいたんですが、彼女しゃな、この件、さらに言うとビタが襲われた。それ社の権能は全私たちの一挙手一投。もし本当にそうだとしたら、それはできればこれからは、今までの会話は必要な説、相手が全知ではないことを。今のは大丈夫。構わないなら。プロメテウスさん。大丈夫です。あなたたちの考えが正しいかどうかは関係なく、行動すれば、この計画は順調に進みます。やっぱり。わかりました。そして向こうでは。すみません。この不便な見た目。いいえ。いいことではあります。そして私も、私にしかでき、私の大丈夫。いつか私と、今は集中して他の人たち、ゼーレのために。やっとここに戻れたわ。でもゼーレは、まさか。いいえ、彼女はここにいる。わかってるわ。だって、私は彼女のもう一面だもの。ゼール、あなたなの？やっぱり。いつだってゼールは、真っ先に私に気づいてくれるんだね。誰かさんはどうかしらね。ヒントがなかったら、もう一人の自分も異例の対象になれるって気づけなかったんじゃない？だって、賢者としてみんなを全力で守る責任を背負ってたし。ただの冗談よ。本気にしないで。そうなの？じゃあ、一緒に異例の最後の一歩を終わらせて、急いでゼールの存在を完全なものにしよう。しょうがないわね。ここよね、異例のゴールは。私たちをもう一度完全なゼールにしてちょうだい。待って、私は待って。ゼーレ、ただいま、お帰り。え、
行こう、ゼーレ。待って、でも、それはそうだけど。ゼーレ、考えてたのよ。高等の賢者の権能でも、世界の泡の融合はすでに変えられないのに、私と最大限まで高めるというのは、何のヒント？確かに。そんなの、明らかに今の状況とずれて、でも、待って。彼女の言葉を、ん？こんな急を要する状況の中だもの。たとえ敵を惑わすためだとしても、なら、彼女の計画が本当だと仮定して、そして、世界の破滅が避けられない。つまり、プロメテウスさんが本当に伝えたかったのは、そうじゃなかったら、プロメテウスがどうしてあんな風に任務を与え、目の前の状況を変えられる、唯一の方法が律者になること。律者の力は、私たちでも使いこなせるもの。それに、私たちが本当に社の律者になったら、プロメテウスさんがリスクを負う価値があると考えていても。怖がらないで、どんな姿に。うん、ここに残って慌てるより、ただ、たとえ社の力が、キラ先輩。どうして私。ここにしましょう。成功しました。ええ。空にある星だ。何か。はい。勝利を手に入れられる確率。あなたの言う星が恒星の場合、客観的に見ると、相手の億年以上という寿命に比べ、星自身の巨大さと比べても、そのため、群星を手、無論、自分自身を慰めるという視点で考える。それも一種の勝利。それで私にはできないと思ってるの。恒星の寿命と比べると、文明は、取るこの星のあらゆる生き物の平均。あなたの知能指数は、ですが、人類自身。それに、星たちを敵に回すよ。やっぱり、私たち正確に言うと、普及になれるとしたら。でも、自分の子、メビウスが言いそうな話よね。人々の心の中で、事実、17号？
星が敵だと思ってる人はね、むしろこの目標を確立させる。すみません、理解できません。それもそうよね。大丈夫、ゆっくりで。とにかく私が星たちを敵にすると決めた時、どうして自分にそれができるかを考える必要があるの？どうして？ええ、さすがに星たちと本気で戦う、それは他の妨げをよりですが。ああ、普段私が率直に話をするときもこんな風に人を傷つけちゃう。そうね、助手の就職祝いの代わりに17号。それはね、残念。事実、それは大して難しくないんだ。例えば星たちを敵に回す必要なんて。でも自身との衝突の互いに距離を保った方。つまり最初からビタなんてさ僕のことをビタ。可能であれば僕、破滅は僕の天職だけど、無論実に。どうやらプロメテウス、あの博士の最後は。いいえ、どうしてあれ。こんな状況でも客観的に何かを隠していなければ。それも一時的でしかない。それに別に変なことでもない。僕が自身の造物よりも強いと。ああ、今の話し方は嘘だと認めよう。とにかく僕が理解不能のやり方でも、もしあなたの目的このタイミングでなければ。いや、僕はすでに。忘れないで、君は今一人だただの冗談だよ。僕はそうしなければ。私にだけ、つまりそれはというより他の心。そうかもしれない。どんな知恵を持つ生き物。僕の場合は、おや、まさに人工知能だけができることだね。頭の中で星たちを想像しないでって君に言ったら。しかしそれって、その場合さあ、座って。スレーディング博士、君自身どこにでもいるわけではないけど。そうだね、性質的に言うと彼女にできるのが取るに足りないことで。取るに足らない。ステージの前にやってきたことは彼女たちにとっては自分。その敵が勝てない相手だとしても。確かに彼女たちはそういう敵に。ああ、知っているよ、君たちの思い出にいるあのケビン。ただシュレーディンガー博士、君はこれから彼女たちにこの悪い。はあ、それはね、彼女の言う、彼女は自身のことの中に星たちと。星たち、いやここで最初から目の前で起きていること。僕はどこにでもいる。僕にとって現実が伝えられないように見えて、もしこれが防波と解説が存在する。所詮、そして知者の二人はこの時に用意。あら、すべて完了。私がなかった。ねえ、彼女がくれならその答えとく。そんなの、あのものは。次の瞬間、イデアの子。それは私自身でも未だに理解で、かつての第八律者も侵食の律ですから、意識の律者が味方でいてくれることを嬉しく思います。それに私たちのいる世界の泡。最も適したタイミングで彼女は話を止めた。刺激の意図は分かり。あなたの言うよう、面白いこと。人工知能が、今ならわかるかな。確かにそれは何度も繰り返す。永遠に挑戦できると思っていたあの博士とは違う。生まれながら永遠だと思っていたあの者という名で、僕は永遠を凌駕し。では現実、それは君が受け入れられなくても存在。欠陥のある神です。君の言う欠陥がどういう意味か。人のまさに死なんとする、
その原野よし。すみません、私が人類ではあそれに。これが終わり、レイ博士の里へ。へえ。シュレーディンガー博士、ここで時間を無駄にする必要との計画の結局のところ、プロメテウスさん、私を信じてください。これが分かったなのです。ではプロメテウスさん、あなたのしたすべて、その3、本当に去るとは。君の友人はこんなにも吐く、どんなに急を要する感性が生存するあなたにとって、ですが、あなたに一つ、もちろん、でも僕、ミステルは特別なところは何も、あなたの表、私が知りたいのは彼女がどう思ったかです。あなたにとって、なんて表現すればいいかな、十分に、それで知りたくはないの、彼女が元、あなたに、でもその意見には賛成、知りたいことがあれば、そんなことができる、どうして私たちに星を敵にする資格、忘れたことによって、君は、じゃあそうね、それはね、それは確かに星たちは巨大だけど、ゆっくり休んで、プロメテウス。その後の結果は君を、中止にした方がいい。続けて、関係ないわ。わけも分からず私たちについてきて。プロメテウスさんの布石に影響する可能性があるので、もともとあなたたちに伝えるつもりはなかったのですが、彼女が私の考えを全部読めるなら、私たちが何をしても手札を晒すようなものにしか、もし私があなたたちに知られないように頑張っても、彼女は真逆の結末を狙ってくるはずなのです。私たちに残された時間はそう多くないなのです。その前に二人はすでに、私たちが律者になるってことか。でも今考えると、それも人の目をごまかす手段です。そうかもしれないなのです。ですが彼女が最終手段を、相手がカンパできないことにかけると、カンパされても阻止できないが、敵は何らかの方法で私たちのいる世界の泡で全知全能になっている。私たちですが、その能力を操る意志は常人を超えたものではないなのです。大きなモニター室の中にいると想像してみるなのです。そこにある無数のモニターを通して、世界中のあらゆるものを観察でき、それでも私たちはモニターを一つ一つ確認しないといけないし、そうなのです。でもそこまで複雑にする必要はあるのかし。あなたの話だと、私たちを皆殺しにする気があれば彼女なら楽勝なのよね。最も絶望的な考え方をすれば、もしかしたら彼女は最後の瞬間までも、ですが私たちが世界の泡と共に消えること自体が彼女の最も重要な目的である可能性も、待って、私たちって、最悪の場合を考えたまでなのです。例えば私が保身に走ると、ずっと自分では移動、とにかくプロメテウスさんの最終手段は相手が阻止できない
ではなく阻止が、ま、そうだとしても最後に生き残れ一人もしくは二人かもしれないなのですが、もちろん何らかの権能で他の人たちを助けられるかもしれないなのですが、それも後の話なのです。さにかく時間は待ってくれない。つまり私たちは未知に挑むだけじゃなくて、プロメテウスと同じように殺されるリスクを背負わなければならない。はい。ですから本当にそうするかどうかは、それとそもそもプロメテウスさんは計画を考えておらず、彼女の信じたことは盲目。彼女は以前ある個人の話を教え、その人の知恵はあらゆる同類を凌駕したなのですが、選択をしなければならない時に彼女は自身ではなく後世を信じること。少し話が逸れたようなのです。とにかくこの通信が終わったらもう二人をサポートする、自分の意志に従ってできることをするなのです。では、シュレーディンガー博士、リタさん、しゃ、もっと早く気づくべきだったのかな。でも現実は何年も連載してる推理小説じゃないし、もしそうなら途中で登場する人はみんな超能力者や悪者ばかりよ。私たちまだチャンスがあるよね、プロメテウスさん。うん、私たちが全てを解決したら彼女を治せるんだよね。崩壊エネルギーを集めることなら私に任せなさい。覚えてる？ミステルのやつ、私のことをイデアって言ったでしょ。崩壊エネルギー適用せんならきっと私の方が上よ。でも。でもじゃない、これが一番成功率の高い方法だ。ごめん、ただズエレがバカなことをするんじゃないかって。バカなこと？今回のことはすごく危険だし、ズエレはいつも私のことを大事にしてくれてる。だからいつか私のことを放っておいて一人で危険に立ち向かうんじゃないかな。そんな風になってほしくないの。うぬぼれないで。それに今の私たちは表裏一体でしょ。たとえ私がそうしようとしてもできっこないわよ。本音を言えばそのビタとやらには自分から姿を見せてほしいわね。そのまま奴を八つ咲きにすれば全てが解決するん。さあ出発しましょう。時間はもう残ってないかもしれない。おかしいわ。どうしたの？この世界の泡の崩壊エネルギーはどうしてこんなにも密集してるの？これは。おかしいわね。全ての崩壊エネルギーが自然とこの近くに集まってるみたい。それにまるでわざと保存されてるみたい。じゃあこの石碑たちは、プロメテウスさん曰く融合した後の世界の泡もエネルギーになってどこかに送られるって。だからこの世界が融合するまで崩壊に邪魔されないためにわざとこうしたのかな。その可能性はあり得るわ。本当にそうだとしたら、でも罠か偶然かはやってみればわかるわ。これは散らばるの？逃がさないわ。ビタってやつ、想像よりも強いわね。それって鉄を曲げる人がいるとして、もう一人の力がその鉄を元に戻せるとは限らない。ええ、コントロールはできないわ。どうやらここは協力し合うしかなさそうね。協力？一緒に黒煙白火を使った時と同じかな。全部の力を使って崩壊エネルギーをコントロールするつもり。ええ、成功するとは限らないけど今よりは可能性が高いわ。ゼーレ、無理してないよね。そこまでじゃないわ。なんといってもあの時より経験があるし、それに
この石碑たちも黒煙白化のように侵食性があるわけじゃないわ。安心して。わかった。できるだけゼーレに合わせるように私も石碑を壊してみるから。ええ、あとは任せたわね、ゼーレ。来たわ。わ、やっぱりゼーレの方がすごいね。そんなことないわよ。ポジションを交換したらゼーレにだってできるわ。最初に暴走したあの石碑が欠けてるけど。いいえ、残りのものだけでも計画に必要な量を。あとは最後の一歩。戻ってもいい？ゼーレ、どうしたの？違うの、話すと少し馬鹿らしいかもしれないけど、さっきまで体のコントロールを手放せなかった。なんとなくゼーレなら機会があれば自分で危険と立ち向かうかも。そんな必要はあるかしら。心配しないで。少なくとも今回はゼーレと一緒に未来に向き合うわ。ありでもゼーレにとっては、もし何か事故があった時、一人が生き残るよりも二人で死ぬ方が良かったの？え？言わないといけない。うん。どうして？生きていくことは大事じゃないの？もちろん大事だよ。私たちだけじゃない。ブロニお姉ちゃんにとっても、みんなにとっても、もしそれが、私たち二人だけのハドッチが先に離れても、残された側の気持ちを、私たちは想像できるから。これが遠い昔のことなら、そこまで自信がなかったと思う。自分はそんなに大事じゃないかもって。私が消えてゼーレが一人になっても。何バカなことを言ってるの。これが遠い昔のことなら、うん、今はそんな風に考えてないよ。もう自分のことを否定したりしない。だってゼーレは私自身よりも私をずっと好きでいてくれてるよ。私が自分を否定したり傷つけたりしたら、それはゼーレを否定して傷つけることになる。そんなこと、ゼーレも同じようにしよう。ゼーレがいなくなったら、私が感じる苦しみは、きっと、死に対する恐怖を超え。ゼーレ。さあ、もうそういう暗い話はやめましょう。今は二人で死ぬんじゃなくて、二人で生きていくのよ。うん。すべてを解決して、みんなを助けよう。え、ゼーレは、やっぱり昔と変わらない。人を傷つけたくないタイプなのね。ん？どうして急にそんな話を。私は人を傷つけるのが大好きなの。ゼーレだって知ってるはずよ。どういうこと？私、体が言うことを聞かない。待って、ゼーレ。いや、嫌だ！やっぱり我慢できなくなったのね。何？こうして話しかけてくる度胸しかないわけ？姿くらい見せたらどう？僕を困らせないで。こうした方が楽なんだ。僕の時間も限られていると君たちもそう話していただろう。今の君が完全な高等の賢者を超えていて、この世界での特殊性が僕の次でなければ、こんな交流すら必要がなかったかもしれない。それで、あの話の答えは、
一体何だったかな。君は今経験したばかりだ。そうね。くっつけられた人たちの中には相手を重んじる人もいれば、そして自分を重んじる側は当然。つまり君は利己的な方だと思っているんだ。君が今したことはそうとは見えないけど。目が悪いだけじゃないかしら。私はそういう利己的な人間よ。それはこれからも変わらないの。だけどそんなの別に何の妨げにもならない。私はあなたを見つけて倒して、じゃあ健闘を祈っている。でも彼女は気づいていない。あの崩壊エネルギーをコントロールするときに君はいつもこっそりと一部をキープしていた。こういうときによりうまく体を奪うために。だったら何？あの程度の崩壊エネルギーをコントロールできないとでも思う？まさか。しかし君は僕が想像していたよりもずっと賢い。これは君にとって不可能なことだったはずなの。砂鉄の国と自身の特性を利用して君は体の元の主人を追い出し、彼女を異種性婚に似た存在にしたんだ。全部知ってるならこれ以上くどくど話す必要がどこにあるっていうの。首を洗って待ってなさい。あなたを見つけてちゃんとお話を済ませたら、もちろん彼女を連れていく。そして君が失敗したとしても異種性婚はその戦いの影響を受けない。悪くない。君は賢いとは言えないが利己的だ。ああ、僕は気に入っているけど気に食わない性格だよ。いいだろう。あそこで君を待っている。破滅の、あるいは神聖の地。しかしその前に、優しい僕から賢くない君に。君が今向き合っているのは一人の敵ではなく博打なんだ。そして僕はみんなとウィンウィンになれると願っているよ。嘘、シャガ。うん、私はこのために来たんだもの。今は圧倒されてる場合じゃな。そうだったの。分かったわ。ありがとう、シュレーディンガー博士。これからはどうするつもりなの？どうするつもりか言うまでもないわ。プロメテウスが最後までその責務を諦めなかった以上、みんなに指定された得意点の器として途中で諦めるわけにはいかないでしょ。引き続き崩壊エネルギーをこっちに集めて。私は元の計画通りこの世界の神聖律者になるわ。分かったなの。ゼーレさんたちも自分のやり方で頑張ってくれているなのです。結果的に少なくとも敵にとってはトラブルに。キラさんの言う通り、崩壊エネルギーをあなたの方に集めるなのです。ですが、プロメテウスさんの協力がなければ、3倍から5倍の努力をして、やっと以前の3割から5割の効果がある程度なのです。それが何を意味してるのか。ええ。たとえ全力を尽くして、目標の1割にしか到達できなかったとしても、私は迷いなくやり通す。何しろ、それが、あるアイドルの卒業公演になるかもしれないから。だったら全力でやるに決まってるでしょ。華麗な登場を見せましょう。全知の力を持つ熱狂的なファンをびっくりさせなきゃね。博士、何か言ってくれないで。6年前より今のあなたの姿はだいぶ可愛らしくなった。ありがとう。でも次はニグラスの前で言わないでね。正直に言うと、砂糖の鍵の力をここまで解き放ったのは
これが初めてよ。話によると、前回砂糖の鍵を超限解放した時は、しばらく経った後に壊れたのよね。はぁ、今回また壊したら、きっとコンペイトー長老にきつく言われるわ。でも、そんなにひどいことにはならないはずよね。何しろ前回の修理の時に、砂糖の鍵はいくつかに解体されたから、これはそのうちの一つなの。そう考えると、権限剣と結構似ているなのです。でも、それはそうなのです。支配の権能には一定の次元性があるなのですから。それについてはあまり詳しくないわ。とにかく、今から私は外の鍵の力を利用して、虚数特異点の発生を早めてみる。できるだけプロメテウスの協力がない状況でも、目標を果たせるようにね。あとは私に任せて。博士は、ゼーレたちを手伝ってあげ、どうしたの博士？何か。キラさん、何をしているのか。もちろんよ。わかったなのです。では、幸運を祈っているなのです。私たちの聖護者。ええ。そうね。その通り。私は運命に恵まれた天才たちと比べられない。これ以上無理しても、自分で墓穴を掘るだけよ。そんな制限も、弱点も、心の中でちょっと考えただけで、全部あなたに読まれる。そうでしょ、ビータ。ええ。私が一番よくわかってるわ。才能も、資質も。私はトップにいるような人間じゃない。アイドルとして思い切り歌えない。ヴァルキリーとして仲間を助けられない。シュガーズ一族としてもあなたを止められない。少し前に私はスーサナのことを慰めようとしてたけど、あの時彼女に話した言葉は結局私自身へのものだったのよ。才能、経歴、様々な理由によってその憧れの姿に限りなく近づくことなら、それこそがいわゆる夢の真実なのかもしれないわね。前を見つめ努力し続けたら、誰もが想像できない形で、こんな純粋な考え私だって信じたいに決まってる。でも現実がそんな風に変えやすいなら、こんなことになっていなかったでしょうね。仲間が一人ずつ去って、敵が一歩ずつ迫ってくる。あの時、私は最後まで戦えなかった。自身の意志ではなかったけど、結果的に私は第二次崩壊の脱走兵になった。でも、最後まで戦ったとしても、私に何ができるの？全力を尽くして、もう一度自分の限界に挑んで、結果がきっと何も変わらないでしょう。私は何もできない。結局セシリア様は犠牲になる。だから脱走兵になってから、ビアンカが物語の結末を教えてくれるまで、私は心の奥でセシリア様の死を受け入れていたんだ。セシリア様と共に死んでいったのは、二度と戻れない私の青春。私のことを嘘つきだって言っても構わない。顔がどれほど鮮やかでも、いくら明るく見せても、結局のところ、私は自分自身が怖い。彼女がとっくに気づいてるとしても、自分も他人も騙せば何の問題にもならないわ。でも
まだ大丈夫。今回の相手が全知の能力を持つ。この世界のあらゆる偽装があなたに見破られてるって考えると、むしろ気が楽になる。見ての通り、私はこんな風に臆病者で脱走兵で、実力がないのに大物ぶって自業自得になったとしても、私は止めたくない。最後まで頼もしい先輩を演じていたいの。私は嘘つきだし、それも別に時期になったわけじゃないわ。私が破滅への道に向かうことになっても、崩壊エネルギーが集まってくる限り律者は誕生する。もちろんそんな時に何が生まれてくるかは私のコントロールでも、あなたがコントロールできる範疇でもない。だからパフォーマンスに間に合わなかったら、その時は後悔しないように。確かにそうな。あなたの話に同意するのはひねくれているなのですが、どの視点から見てもしぐれきらさんが放った強がりの言葉は敵を怯えさせる価値がないなのです。シュレーディンガー博士、君は自発的に僕に。もちろんなのです。ですがやっぱりあなたが全知だとしても瞬時に理解することはできないなので、しぐれきらさんの計画は頼りないものなのです。最終の器として彼女の崩壊エネルギー適応性は高くないなのです。それはつまり虚数特異点が誕生する前に、彼女が必死になって集めた崩壊エネルギーが先に暴走するという意味なのです。例を挙げると、中に入った料理が出来上がる前に圧力鍋が蓋を失うようなものなので、外からの助けがない状況で彼女がゾンビになってから律者になることを目指しても、現実はそんなチャンスを彼女に与えてくれないなの。君は僕よりもはっきりと思う。だから私は彼女の計画に加わ疑問に思っていなかったなのですか。なぜ月の岩に憑依した私が高等の賢者のように世界を自由に行き来することが。君はただ憑依対象を頻繁に変えていただけだ。命を懸けている彼女たちとは違って、君が背負うリスクは。では私は一体どうやってしぐれきらさんに協力して。それは月の岩の基本的な性質ですが、私が本当にそれほど弱い存在なら、どうしてあなたはこんな風に私とか。だから言った。あなたが全知だとしても瞬時に理解することはできないなの。世界は複雑で混沌に満ちているなのです。バタフライ効果を回避するために、あなたは一定の時間ごとにみんなの考えを検索し、そしてそれこそ私があなたのために考えた。元より今の私に演算できるのは、所詮似て非なる実行。全部が実現できるわけではないし、どれも見た目ほど完全で頼もしいものでもないんですが、そんな理由で私に対する探知を諦めること。どのプランでも観測、演算、検証が必要なのです。干渉系を持っているあなたの方が情報を処理する効率、私の仲間たちにとってはそれで十分なのです。そして私にとってもこれは彼女たちと同じように、実を言うと喜ぶべきことだと思っているなのです。今回の相手が。今のピタさんに。結局のところ、科学で奇跡を起こすなら
方法は確率が低いなら奇数を増やせばいいなのです。1回の実験で希望が見えないなら数千、数百、今彼女だけの奇跡があなたが気を配れない隅でこっそり誕生。そう、あなたがずっと警戒していたゼーレさんのことではなく、今あなたの監視下にいるシグレ・キラさんのことなの。ありえない。シグレ・キラの計画は無鉄砲な行動でしかないはずだ。崩壊エネルギーの収集に成功したとしても彼女はゾンビ化する運命から逃れられない。そしてゾンビから律者に覚醒するなど、シュレーディンガーの行動もかゆいところには手が届かず、あらゆる知恵を尽くしても彼女にできるのは、所詮人の精神を。彼女は律者を作り出せない。僕の判断に間違いがあるはずがない。そうだとしても彼女たちはここまで歩いて。崩壊エネルギー収集完了。虚数得意点こきなさい。パフォーマンスを始めましょう。やっぱり来たわね、ビータ。あなたも私のライブに参加したいの？情熱的なお客さんが多いわね。でもパフォーマンスが終わるまではステージに上がっちゃダメよ。私がいることを忘れないでくださいなのです。ありがとう。ほんの少しの干渉手段ですが、少なくともこの対決をより公平なものにすることができるなのです。耐えるなのです、キラさん。虚数得意点はもうすぐ安定するなのです。安心して。アイドルはパフォーマンスを途中でやめたりしないわ。仕方ない。ここまでにしよう。あと少しだったのに。皮肉だが、少し前の僕は君たちの計画には何の可能性もないと思っていた。なのに今の僕は余計な問題を回避するために。君は実によく頑張ったよ。君の唯一の不幸は全知の能力を持つ僕が人よりも一歩早かった。君が律者、ゾンビ、いやそれ以外の何かになっても、虚数得意点の原型は僕に潰される。できたわ。ようこそ。私たちがあなたのために用意した本当のステージへ。やっと捕まえた。
しょ、冗談でしょ、どうして私が二人もいるの。し、考えるな、質問するな、頭の回転を止めて。何それ、今時の若者は本当に落ち着きがないな。少し待って、これでよし。私が作った意識の禁状鉄壁があれば、あいつは何も探知できないはずだ。式の律者偉大なる式の律者様が現状を変えるためにやっ、つまり、あなたは死んでないのね。は？あそこに残した痕跡だけで、それほどの情報を推測できるとは。プロメテウスは確かに頭が、そう、あなたたちの推測は大体正しいよ。あいつにはめられて、権能が制限を受けてる。それだけじゃなくて、携帯も自由にコントロール。それで、あなたは社の正体を見たの？奴はどうしてそんなことができるわけ？さあ、最初から最後まで社は姿を現さなかった。そもそも奴の仕業じゃないかも。じゃあ、あなたはどうして？偽物のくせに、律者の権能を全部奪うとか、張り子の虎だとでも思ってるの？雇い主を変えるつもりはないし、奴の言いなりになるつもりもない。だから隙を見つけて、奴の牽制から逃げた。ふん！こっちは本物の終焉の相手をしてきたんだ。奴が怖いわけないでしょ？相手がこの世界の泡の神様だとしても、私が引きずり下ろしてやる。でも、いくら私が強くても、さすがにこの地の顔役には勝てない。ここは社に支配されてる世界の泡だし、この私が尻尾を切って逃げる羽目になったのも、奴の実力。二度と奴に支配されないために、世界の泡での存在感を最小にするしかなかったんだ。こんな風に、一仇を討つことに関しては、やっぱりあなたたちに任せるよ。ふん。今の計画はなかなか、ごめんね。意識の壁を突破するために、あなたの意識に何かをする必要があったから、うっかり記憶を読んで。平気よ。時間がないし、むしろ説明とにかく、社に対抗するために、私は社の体系を少なくとも、そう考える必要があると。必要？は、最高！実に素晴らしい。方法があれば何でも試す、その、そんな面白いことに私が加わらないわけがないでしょ。奴がこの私をはめたんだ。仕返しするに決まってる。それで、私たちはどうやって奴をはめるの？はぁ？はめるとか、人聞きが悪いな。これは待ち伏せだよ。はいはい。じゃあ、どうやって待ち伏せする？それは、うん。これでいいと思う。何でもない。計画が順調に進むように、これからは、あなたがプロメテウスの計画をつ、安心して。この式の律者がついているんだ。あなたはきっと。え？で、あなたも私も言わなければ、知る人はいないでしょ？あ、そうよね。私たち自身も答えを知らないんだもの。これから何が起こるか、社にわかるわ。さて、これはただの白昼夢だ。私には合っていないと思って、そして、楽しみにするといい。何しろ、意識の操作に関して、私はプロ中のプロなんだから。おや。おめでとう。確かに僕は騙されたよ。ここは君の意識空間なのかな？いい景色だね。しぐれきらの意識の奥に隠れ。僕が警戒を緩めた瞬間に姿を見せて攻撃する。まさに阿吽の呼吸だね。褒めてあげるよ。それはキラの迫真の演技のおかげ。何しろ、最も真実味のある嘘は、まず自分を騙さなければならないからね。律者になることが彼女の一番強い願望にならなければ、私の存在を完全に隠して、いざって時にあなたに反撃を仕掛けることなんてできないし。でも、あなたが違和感を覚えたとしても、
気づくことはなかっただろうね。キラはそもそもこのことを考えてはいなかった。直感よりも心を読んだ結果の方が信じられる。否定はできない。どうやら上級権限を持っているとしても、調子しかし僕をここに閉じ込めたとしても、君たちに何ができる？融合は続いている。意識空間以外の世界は何も変わらない。自分の心の世界に隠れてても何も変えられないよ。世界は変わらない？それはどうかな。あなたという災いの元凶を閉じ込めれば、他の人たちがプロメテウスの計画を実行するチャンスはいくらでもある。なるほど。時間稼ぎの他に何ができるのか、君自身にも。は？本物の律者をそんなに舐めるなんて。来なさい。正々堂々と勝負しよう。意識を操る者同士、どっちの方が上か。他人の意識を糧にしているのによくも正々堂々となんて言えるね。君たちの世界は実に不思議だよ。本音を話そう。任務がなければ僕は君たちと平和な時間をもっと楽しみたかった。残念ながら生きている限り思い通りにならないこともある。その点で考えると僕を以前のビタとは全然違う人。ちょっと、そんなにすごいなら自分で戦ったらどう？ここは君の意識空間だし、僕が自分で戦ってもそうでなくても別に関係はないだろう。臆病者。現実で考えると君は一体何秒稼いだんだろうね。どんな戦術、少し馬鹿げていないかな。うるさい。首を洗って待ってなさい。弱すぎ。はぁ、廃墟の剣。はっはっ、うわっはっ。手で怪物を殺した？何？逃げるつもり？ああ、さすがは伝説の手記の律者だ。君の攻撃があまりにも激しくて対抗できない僕は。はあ？私をバカだと思ってるの？その態度、対抗できないようには見えないんだけど。ああ、この冗談はあまり面白くないようだ。君の言う通り、すでに社に束縛されている君はそもそも僕の相手にはならない。もちろん僕も知っているよ。一撃の威力よりも君は忍耐力という面で常人を張る。今の君は勝てなくても別に関係ないんだろう。このまま時間を稼ぎ続ければ外にいる人、座ってお茶を飲む気があれば喜んで付き合ってあげる。前回別れてから僕はずっと公平に対応してきた。できることなら君の願いを叶えて。もうでも残念ながらもう間に合わない。何？あなた。これはゼーレは何があっても彼女は自分で向き合うつもりで、私少し無理を言いすぎても、私がゼーレの立場ならきっと
同じことをしてるかもし。ゼーレ？まだそこにいるの？なんだか変。声は遠くから聞こえる。でも、外は。これは、一体。ここは、どこなの？暗い。ゼーレ、待って！でも、どうして私たちはこうしないといけないの？彼女は、私だよ、ゼーレだよ。ええ、私たちがずっと一緒にいても、彼女には彼女の世界や生活があるもの。私はずっとこれからも彼女の一部。違う、そうじゃないよ。ええ、私は自分のしたいことをすればいい。彼女がどう考えたって関係ない。いいえ、私はそもそも気にしてないわ。気にしてもしょうがない。ええ、分かってる。私はあなたよりもするの。でも私にはゼーレ、これって。そうだよね。自由って面で、私たちが受けてきた扱いは、だから言ったの。私があなたの立場なら、これは、どうして。私たち、失敗したの？それとも、間に合わなかったの？大丈夫だよ。泣かないで。ずっと一緒にいるから、実は、ずっと知ってる。やだ。触れて欲しくないんじゃないかと思って。心配しないで。まだチャンスがあるから。成長したあなたは、やっぱり、子供みたいな人なの。私がいなかったら、きっと寂しいから。だから、何があっても、彼女はきっと私たちを見つけてくれるはずだよ。大丈夫。女にどんな目的があったとしても代価を支払わせなくちゃ。結局のところ私たちこそがこの世界の泡の主宰。ゼーレはいないけど、ここには、確かに、完全な。ゼーレ、もし願い事が叶うのなら、あなたに祈らせて、どうか、私が
手にした権能によって虚数特異点を作って律者になって、そして偽物の終焉を乗り越える楽勝よ来なさい。ありえない、エネルギーをコントロールできたのに。いいえ、違う、分散してるんじゃなくて消えてるの。でも融合はまだ終わってないはずよ。あなたのせい。そろそろ時間だね。すまない。僕はこうしなければならない。残念だよ。この賭けの中で、僕には自分が欲しい結果が見えていない。僕たちは、どちらも運に恵まれていない。社の手を借りなければ、誰も神聖を手に入れられない。登れ、世界最初の太陽。かつて誰かが生き残った時に感じた気楽さを、地獄は血まみれになるが、彼はその場にいなくてもいい。今までの経験から僕はその意見に同意できない。僕にとって強い苦痛を表現するものだと思っている。どうして私は元に戻ってる？誰かが成功したの？正確に言うと、それは成功でも回復でもなく、終わりと神聖だよ。あなた、いい、実にいいわ。やっと私の前に現れる気になったの？怖いなぁ。僕はただガランとした世界の中、一人で目覚めた時の感覚を知っているから、君を慰めようと思ったのにいいでしょう、私もあなたのこと慰めてあげるわ。便利だと思わない？もうやめた方がいいと思うよ。僕と比べると君の時間はずっと貴重なんだろう？一体どういうことなの？ん？言ったはずだよ。終わりと神聖。ふざけないで。世界は。もう分かったようだね。その通りさ。セントソルトスノーと砂鉄の国、そして霊落の星も原子炉と違って、最初から一次性のエネルギーではないんだ。だって、栽培は殺してしまう行為よりも、ずっと持続性があるからね。あなた、待って。じゃあ、どうして私はま、ああ、伝えそびれたね。イデア、あるいは異種成婚は、特殊仕様の例外として、融合の中でも生き残れるんだ。ただし条件がある。その人物は、ここの世界の完全な高等の賢者で、特殊な権能をすべて、また出た。待って。だから言っただろう。君の時間は貴重だって。でも、外部から来た存在である彼女の消失は、他のものよりも遅いだろうね。はいはい。
僕に怒っても意味はないよ。僕は公平に動いただけだし、君も急ぐ。そこで待ってなさい。ゼル、いや、私は死んでも構わないから、あなたに生きてほしかった。でも私のせいであなたを死なせたの。いや、いや。ないよ。お話を教えてあげるね。どいて！ふざけないで。信じるわけないでしょ。彼女たちはきっとどこかにいるはずよ。いいかもしれないわね。もしかしたら私たちはすごく気が合うのかもしれないよ。ねえ、早く助けて。どこに行ったの？しけの、しき、あなたは私と共に旅をする人の名前、どうして思い出せないの？やっぱり私のお話を聞いた方がいいと思うよ。昔々、人魚の国にお姫様がいました。どこかへ行って。これは、だから私が死ぬたびにあなたの姿を見るのです。あまりにも新鮮。どうやらあなたはかなり遠い場所に。でもそんな風にさ、ここに来たことに成功したと。大丈夫です、待ってください。ええ、崩壊の意思よ。お断りします。それに状況は想像していたよりもずっと。いや、私にできるのは律者の性質が社に。大丈夫。何を言ってるの、あなたたち。待って、今の人たち一体
よう。そうよ、彼女たちがここにいないならきっとセントソルトスノーにいるに決まってるわ。昔、人魚の国にお姫様がいました。ある日、人魚姫が海面から顔を覗かせると、海に出た王子様と出会いました。二人はすぐに恋に落ちます。王子様と一緒にいられるよう、人魚姫は魔女に助けを求め両足をもらいます。そのおかげで、彼女は陸で暮らせるようになりました。しかし、魔女の魔法は呪いでもありました。彼女は二度と人魚には戻れません。戻ると、朝露のように次の日の出で消えていなくなるのです。そう、こんな風に。いや、しかしある日、不幸な出来事が起きました。航海が大好きな王子様は海で恐ろしい嵐に遭遇し、どっかに行って黙って、セール、何があっても、彼女はきっと私たちを見つけてくれるはずだよ。え、何を言ってるの？大丈夫。待って！海に落ちた王子様を助けるために、人魚姫は海に戻ることを選び、再び人魚になりました。王子様は助かりましたが、人魚姫は陸に戻れませんでした。波が静まった後、人魚姫は泡となって海風の中に消えました。そして、誰も彼女のことを思い出せなくなっていました。このお話を気に入ってくれた？彼女を見つけ出す。でも、あなたが探そうとしている人は誰なの？本当はずっと知ってるのに、認めようとしていないだけ。もう一人だって、認めようとしていないだけだよ。思い出さなければならないの、ゼーレ。いや、一人にしないで。たちがずっと一緒ならさ。
悪夢かしら。あの子のこと思い出せそうなのに。泣き虫で私よりも強くなった子、忘れられるわけないじゃない、ゼリの権能を持っているとは確かにサプライズと言える。しかし少女たち、僕の手を借りなければ誰も神聖を手に入れられない。